もし将棋棋士になっていなかったらどんな仕事に就いていたと思いますか？子供の頃、お将棋の他にあと電車、鉄道もすごく好きでした。なのでその将棋をやっていなかったらその電車の運転手を目指していたかもしれないなというふうに、はい、思います。明日から北九州市で開かれる将棋の竜王戦第3局。決戦を前にタイトル防衛を目指す藤井聡太八冠と挑戦者の伊藤匠七段が地元の小学校を訪れました。将棋を始めたきっかけは何ですか？最初はその駒の動かし方が矢印で書いてある駒将棋セットを使っていて、それでそうですね、を始めたんですけど、それですぐにその祖母に勝てるようになって、それで楽しくてどんどんハマっていったという範囲感じです。現在2連勝中の藤井八冠が3連覇に王手をかけるのか、それとも藤井八冠と同級生の伊藤七段が巻き返すのか。竜王戦第3局は明日から北九州市戸畑区の旧安川邸で行われます。